ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者になる情報を配信しております。今日は2023年10月の22日日曜日です。今日はデコボコシリーズの第3弾をいってみたいと思います。第3弾は弟子藤井聡太の学び方、かけては棋士の杉本昌隆さん、藤井聡太さんの師匠にあたります。そして今日はですね、第2章、自分で考え抜いてこそ強くなれるという第2章の中の小項目です。将棋ソフトだけの勉強は諸刃の剣。私の場合、自分の課題となる局面でコンピューターはどう考えるのかという参考意見として使っています。気がつかないうちに悪手を指しているかもしれない、見逃した手があるかもしれない、こういう指し手はどう思うと第三者に相談するような感覚です。自分の勉強に使うとともに対局相手も使っているはずだから自分も使うという抑止力のような意味で使っている棋士もいます。ただ最終的にそうしたスタイルの研究法が私たちを最強の棋士に導くとは思いません。思いたくないということもあります。ある局面で人間には思いつかない最善手を将棋ソフトが指す可能性は十分にあり、実際に新手が生まれています。強力なソフトがいつでも使える環境はありがたいと思います。各家庭のパソコンに羽生竜王棋聖の頭脳が入っているようなものです。活用しない手はありません。ただ将棋ソフトはやみつきになる要素があります。私ものめり込んだ時期がありました。今では時間をかけて自分で結論を出していた局面が、ソフトを使えばボタン一つで答えが、引き出されます。しかもある一定の局面なら絶対に間違えません。時間短縮には最適です。ただ便利すぎるがゆえに恐ろしいのです。将棋ソフトに没頭するのは危ない傾向だと感じます。というのも、まず自分で考えなくなる恐れがあるからです。カーナビを使うと道を覚えなくなるのと同様です。ある将棋場での感運送線で将棋ソフトを参考にしている子を見かける時があります。コンピューターはこう言ってるよと、私は自分の頭で考えたらと冗談っぽくたしなめます。コンピューターの指示が自分の感性に合わない時もあります。その指示がいい結果につながる時ももちろんありますが、全面的に信用するようになるといつの間にか自分をなくしてしまいます。ソフトの指示に従った方が勝率は高いという考え方もあるでしょう。でも最後まで頼り切ってしまうと、結果的に自分の個性が失われる恐れがあります。最終的に指し手を全て指示してくれるので、極端に言えば将棋は全く知らない人がソフトの指示に従うことでそれなりの将棋が指せることになります。突き詰めれば指し手を全てコンピューターに聞けばいい。これは将棋を教える指導者や私たち棋士の存在意義に関わってきます。将棋は人間と人間の勝負です。将棋盤を挟んで対峙するのが将棋です。コンピューターは指し手の次の手を示してくれますが、その人に合った勝ち方、その人が今やるべき勉強はそこからは学べません。コンピューター将棋はゲーム性だけを取り出しているように思います。確かに新しい技術の導入を恐れていたら何もできませんが、新しい技術なので10年後、20年後の効果はまだ分かりません。ソフトを学びのベースにして強くなった人は本当の自力がついていないのではないか。分かりやすい効果がある反面、劇薬のようにいつか反動で副作用が出るのではないか。私は少し疑いを持って見ています。今の若い人は生まれた時から身近に携帯電話がありパソコンがあります。
将棋ソフトもごく自然に付き合っていけるのかもしれません。ただ、自分に気力がついて確固たる土台ができた上で使うことを勧めます。ソフトに支配され、適度な距離を保って補助的な道具として使えば強力な相棒となるでしょう。というかね、これはすごいこと書いてますね。将棋ソフトだけの勉強は諸刃の剣というね、藤井聡太さんが強いのはコンピューターを使っているからではないのですね。コンピューターを自分に視力があってコンピューターを補助的にというか使っているところがまあいいんだと思います。自力をつかない将棋士はやはり勝ち残っていけないしタイトルは取れないでしょうね。私はタイトルを取るわけではありませんが、チャンネル登録を一歩でも前に進めたいと思って頑張っているところです。みやちゃん、今日も頑張ってます。ごきげんよう。